今回ご紹介するのは大阪メトロ千日前線の北辰巳駅です。北辰巳駅は大阪府大阪市生野区辰巳東1丁目にあり、1981年昭和56年12月2日に千日前線の延伸時に開業しました。最寄りのバス停留所は北辰巳駅前交差点北東にある北辰巳バスターミナルで、駅の1号出入り口につながっています。当駅の改札口は1か所のみです。当駅は島式一面2線ホームの地下駅です。2014年5月10日に可動式ホーム柵の使用を開始しました。2018年平成30年4月1日の大阪市交通局の民営化により、当駅は大阪市高速電気軌道大阪メトロの駅となりました。
到着の電車は日本橋、南波、阿波佐方面、野田橋行きです。The train on platform 2 is bound for 野田橋 via 南波。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。